皆さんこんにちは、東京ヴェルディサッカースクール、期間限定ヒゲメンコーチ、畑コーチです。ステイホームウィーク、皆さん元気にやってますか？今日は、家でもできるサッカーのトレーニングメニューを一つ紹介します。使うのはこういうね、ちょっとこれはハイバウンドボールっていうので、スポーツ店で175円で手に入れました。別にこのボールじゃなくても、テニスボールとかでもできる、足の裏を使った、タッチの練習をしてみましょう。はい、じゃあ見てくれてくださいね。はい、じゃまずボールをバウンドさせます。ツーダンになったら足の裏でこうやってさーっと右足左足交互にできるといいですね。小学生、低学年の選手は5回ぐらいできたらいいな。はい、中学年、高学年の選手はこれにスキップかなんかね、入れてやってみましょう。はい、みんなね、練習してみてください、ね、必ず上達します。じゃあね、バイバーイ。